ダイ。マダイだと思います。これでマダイじゃなかったらどうしよう。儲けるな入り方は。これは暴れたらあれなんだけど、暴れてないから。あ、暴れた、やべえやべえ、サンキューで暴れた。アジ、アジかな。サバか。サバだね。サバだ、でかい。入り方違うのにな。なんでサバなんだ。今タイの入りだと思ったのかな。2ぐらい松本さんのが若干これ松ちゃん、そう、そうです。1.4 ぐらいですか。あーもさもさ、なにこれ、これなに、そうだよ。形から揚げ美味しいって。4目目、4目目。あとマダイ釣れば5目なのよ。え、なんかあれあれ、さっき最後で5目だ。達成。消しゴムみたいな釣ってる。消しゴム。消しゴム釣ったの。消しゴム。そう、雑に雑に落とさないでくださいよ。あんな脇赤で出てたら、あんな脇赤で出てたたりですよ、たたり、たたりたたりだ、たたり、雑に当たった、雑に扱ったたたり、雑に扱ったたたりだ。たたりじゃん。いや、たたりだ。こんな絡むことないでしょ、だってさっきから何悪いことしたの。いや、さっきのたたりですよ。マジで、あいつ釣ってからおかしいぞ、これ。見たことあるこれ。いや、たたりだ、やつだ、やつが見てる。それのせい。やばい。次は。多分ない。おお。もうもう。まあ、第一撃っていうのはね。おお、出た。語るとこねえんだよ。まあ、あのマダイ釣ってくれ、サバっていうのはつきもんなので、周りの方にもご迷惑をかけるということになるんですけれども、サバ、サバですね。あ、タイだ。タイ？はい、タイ。どんどん上げて、どんどん上げて、どんどん上げて、どんどん上げて。タイ、タイ。それでもタイはタイ。長靴を持ってきてないや、本当に。こんな人で負けるんですよ。うわ、投げてきたよ。ツーアウトだ、ツーアウト。ツーアウト。いる、魚いる。まさかの、奇跡の。終了です。お疲れ様でした。
ました。お疲れ様。お疲れ様でした。一応ね、判定をしないとね。はい、巨人軍配。いや、もう言わなくても分かってます。木村翔之介。これあれですよね。何種類釣ったかですよね。そうじゃねえだろ。違うって。僕、6目です。最後の。ウサギを足して、6目。とりあえず、はい、今日の勝負はサンスポの松本さんの勝ちと、はい、ありがとうございます。まさかのお礼を頂きまして、ありがとうございます。なんかウイスマルサンスポになるみたいです。負けた人には再戦の申し込む権利があるよね。ちょっともう一回ちょっとお願いしますよ。はい、お願いします。本当にお願いします。俺は本当ね、それやってくんないと球場で何やるか分かんないから多分とりあえずみんなに全部言うと思うから本当にやばいです。佐々木和弘涙目になっております。橋沢に長靴持ってこない人たち負けたんですよ、僕らは。あ、そう、僕ら、ラ、僕ら、ラね、ラね、ラね、ラ、そう、長靴も感じでしょ。うん、まあまあ、でも次戦ちょっとまた考えます。お願いします。はい、お願いします。さあ、じゃあそれではまた、はい、皆さんに会えることもあるでしょう。それまでさよなら。もっといかねえ。